はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人の奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画なんですけれども、今回はですね、靴ではなくカバン、こちら革のカバンを磨いていきたいと思います。ということで今回磨くカバンがこちら、じゃん、こちらのカバンになっております。でこちらがですね、インディードさんというところで購入させていただきました革のカバンになっておりまして、僕が社会人の時に実際に使っていたカバンになっております。ということでこちらのカバンをケアしていくわけなんですけれども、今回ですねケアをする際のポイントは栄養補給っていうのももちろんあるんですが、今回注目するポイントはこちら、こういったですねカバンについた傷、こちらをどうやってケアしていくのかっていうのが今回のポイントになっております。でこういった革のビジネスバッグってめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。なので営業とかの時も結構ガンガン使っていたんですけれども、やっぱりですね外に持って歩いているとですね、結構カバンをいろんなところにぶつけがちだったりするんですね。でそうするとですね、やっぱりどんどんこういったように傷がついていってしまうんですね。でその傷もですね、まあ味として楽しむっていう方もまあ中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、この傷をですね綺麗にして使いたいっていうのも結構いらっしゃると思うんです。はい、ということで今回はですね、このカバンに栄養を与えるっていうことはもちろんのこと、こういった傷もですね隠すケアの方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まずはですねこちら、うまげブラシでホコリ落としをしていきます。次にこちら生リムバーを使って汚れを落としていきます。で特にですねこういった持ち手の部分はですね、このように結構汚れておりますので、しっかりと汚れ落としをしてあげるようにしましょう。ということで次にこちらデリケートクリームを塗っていきます。ということでね、こちらデリケートクリーム塗っていきたいと思うんですけれども、こちらを塗るときはですねもう手を使って塗っていっちゃいましょう。まあペネトレートブラシで塗ってもいいんですけれども、結構もう範囲が広いんでね、もう手の指全体を使う感じでガシガシ塗っていくようにしましょう。まあただあくまでも薄塗りっていうのを意識して塗ってあげるようにしましょう。ということでクリームが乾くのを5分待ちます。ということでクリームが乾きましたら、こちらうまげブラシでブラッシングをしていきます。でお財布をケアした時の動画の質問にもあったんですけれども、通常靴をケアする場合はですねクリームを塗布した後のツヤ出しや豚毛ブラシを使っていたんですけれども、お財布だったりカバンのケアをする時はですねデリケートクリームを使っておりまして、結構すぐにですねクリームが乾いてしまうんですね。で豚毛ブラシでブラッシングをするとき、まあブラシを分ける必要があったりするんですけれども、それなぜかっていうとブラシにクリームが付着してしまうからなんですね。ただ今回のようなデリケートクリームを使った場合っていうのはですね、クリーム自体がすぐに乾いてしまうんですね。なので最初のホコリ落としに使ったこちらうまげブラシを使ってケアをしても、クリームの付着がほとんどないんです。なのでこのうまげブラシをホコリ落としにも使えるし、ツヤ出しにも使える、そういったことになるんです。いや、まあ、とは言ってもですね、理想を言うと、まあ、しっかり腰のある豚毛ブラシでですねクリームを押し込んであげた方がいいといえばいいんですけれども、まあ、そのためにねわざわざ豚毛ブラシ買うのもっていうのもまあ正直あったりもするんで、まあ、今回はうまげブラシでケアをしてしまいます。まあ、豚毛ブラシがあったら豚毛ブラシがあるに越したことはないです。ということでデリケートクリームの栄養補給まで終わったカバンがこちらでございます。ということでね、まあ、ツヤ感に関してはですねこちらもともと結構ツヤのあるタイプでございましたので、あんまりほとんど変わんないとは思うんですけれども、ちょっとね動画じゃ分かりづらいと思うんですけど、この皮自体がね結構触ってみるとしっとりとした感じに仕上がりました。さあ、ということで今回はここまでじゃ終わりません。今回のメインイベント、傷を隠していきたいと思います。ということで傷隠しのために塗ってあげるクリームがこちらM モーブレーのレザーコンシーラーでございます。ということでね、こちらのレザーコンシーラーを使って皮の傷を消していきたいと思います。でこちらの傷隠しのクリームなんですけれども、以前紹介したサフィールのレノベーティングカラークリームだったりとか、あとコロンブスのアドカラーだったりとか、そういった類の商品になっております。まあ、なのでね他のクリームを使ってもいいんですけれども、今回はこちら M モーブレーのレザーコンシーラー使っていきたいと思います。ということで塗っていきたいと思うんですけれども、今回こちらのクリームを塗るにあたってですね、注意しなきゃいけないことが一つございます。それは何かと言いますと、こちらですねステッチ
チがですね、白いステッチを使っているんですね。なのでステッチのところまでクリームを塗ってしまうとですね、ステッチまで真っ黒く染まってしまうんですね。なのでそれを避けるために、まあ丁寧に丁寧に塗るっていう手も一つあるんですが、今回はですね、ちょっと工夫をいたしまして、こちら、なんだかわかりますか？こちらですね、マスキングテープでございます。このマスキングテープをこのステッチのところに貼って、レザーコンシーラーによる着色っていうのを防いでいきたいと思います。それではやっていきましょう。ということで、こちらマスキングが完了いたしましたら、こちらのレザーコンシーラー塗っていきたいと思います。こちらですね、布で塗ったりしてしまってもいいんですけれども、今回ですねペネトレートブラシで塗っていきたいと思います。まあペネトレートブラシで塗った方がね、ブラシによってしっかりと色が入ると思いますので、今回こちら使っていきたいと思います。これちょっとちょっと少量つけまして、ということで、こちらも傷の目立っているところに塗っていきたいと思います。ということで、こちらを半日ほど乾かしていきます。さあ、ということで半日乾かし終わりました。ということで、こちらのマスキングいよいよ取っていきましょう。さあ、ということでね、綺麗にできているんでしょうか。オープン。おー、よいしょ。さあ、ということでどうでしょうか。マスキングをした部分はですね、全く色が染まらずに、傷のついた部分はしっかりと色が染まってくれております。で、ここで気になるのはですね、こういった塗った色がですね、拭くと擦れて色が落ちてしまわないかっていうことではあるんですけれども、見てくださいね、この白い面で拭きますよ。全く色落ちしないんですね。もうちょっと強めにいきますよ。ほら、このように全然色落ちしないんですよ。で、こういったカバンだったりお財布だったりのケアに関してですね、靴クリームを塗って補色を行おうとするっていう方も中にはいらっしゃるかと思うんですけれども、靴クリームを使うのはやめといた方がいいです。で、なぜやめた方がいいかっていうとですね、靴クリームを塗るとその塗ったクリームがですね、服とかと擦れることによって色落ちしてしまう恐れがかなりあるんですね。なのでですね、靴の場合は当然靴クリームでいいんですけれども、まあ、お財布だったりカバンだったり洋服とかと接触する可能性のある革小物に関しては、こういったですね、専用のクリームを使って補色してあげる必要があるんです。ということでね、こうやって見ていただくともう一目瞭然だと思うんですけれども、当然こちらが使用前、こちらが使用後になるんですけれども、使用後はですね、レザーコンシーラーによってしっかりと着色をされておりまして、傷っていうのが全く目立たなくなっているっていうのが分かっていただけると思います。さあ、いかがでしょうか。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。以上がですね、カバンのケアの方法となっております。こういったですね、革のビジネスバッグはですね、結構傷つきやすかったりするんですよね。まあこういった傷をですね、味として楽しむのもまあ一つの楽しみ方でもありますし、まあ直しながら育てていくっていうのもまあ一つの楽しみ方なんじゃないかなというふうに思います。ということでね、革のカバンっていうのはですね、靴と同じようにですね、育てていくのが楽しい革製品になるんですね。ということで皆さんもですね、こちらの動画を参考にしながら、お手持ちの革のカバンをかっこよく育ててみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。